皆さんこんにちは、なるほど天です。今日もネイバーで遊んでいきたいと思います。さあ今日はチャプター6ですね。さあ今日は何でしょうね。前回簡単でしたね。金庫を開くために修道女修道女わかんない、レンチを見つけてなんちゃらなんちゃらって書いてましたね。ちょっと見えなかったか、もう一回見ますか。消火栓を回すってことですか。なるほど。まあこれあれですよね、チャプターごとで置いてあるのが、この目標物は置いてないですからね、今までのチャプターでは。金庫とかもそうでしたよね。そのチャプターだけ置いてあるから、また一からお部屋探さないといけないんですけど、今おばあちゃんちょっとこけましたね、階段で。見ましたよ。どうしますかね。おばあちゃん中にいる間にちょっとハンバーガーとか回収しますか。ここにお肉が1個あって、たのは覚えてるんですけど、ここですよね。さあ1個回収してからおばあちゃんの後を今日はつけてみましょう。屋敷の中にいなかったら簡単なんですけど、おばあちゃん前回みたいにあのそっちの 墓の男行ったりとかですね。中にいると逃げ場なかなかないですからね。ベッドの下に隠れることができるぐらいですか。まさに本家グラニーおばあちゃんみたいな。ここすき、すり抜けて最悪これをぶつけましょうか。果たしておばあちゃんはいますか。どっかいるんでしょうけど、赤い矢印が結構近づかないと表示されないというですね。多分見えた瞬間もう普通逃げ切れないような感じがするんですけど。あっ、来たドーン。あ、ちょっと投げる前に、いやー、それにしてもおばあちゃんちょっと超能力的すぎるんですけど、あの位置で部屋2つぐらい挟んであれだけ距離あって見つかるってどういうことですかね。しかも私見つかった時点であそこ逃げ場ないんですけど。いやー、屋敷の中のおばあちゃんほぼ無敵状態ですね。ってことは、右側見たから左から行きますか。よし、ダッシュもうまく使いながら、ちょっと離れた方がいいですよね。こっちはないと。どこ、おばあちゃん。確かに中に入っていったの、あそこにいらっしゃる。よし、今日は順調ですね。今日は順調と言いますか。ピザが取れてない。食べたいピザ。一応この中見えますからね。鍵はないですね。ドアの鍵も見当たらないので、また2階ですかね。おばあちゃんが向こう側に戻って、あそこにいらっしゃる。止まって、なぜ、もう入り口まで。おばあちゃんなんでわかるの。すごいですね。ちょっとじゃあこれでちょっとまたあれですね、裏から行くしかなくなっちゃいましたけど、もうすごすぎますね。何か戦ってるんですかね、日々で。突如あれですよね、隠された能力に目覚めたみたいな、まあ、そういうパターンか、ワンパンマンさんみたいにひたすら毎日腹筋腕出せよ、腕出せですよ、何百回か忘れましたけど、3年間ぐらい続けることで無敵になるっていう、よくわかる、すごい方もいらっしゃいますけど、こっちから行きましょう。前回トイレだったので、今回は多分同じ場所2回はないでしょうが、ここ違いましたね。さあ、おばあちゃんどこに消えたかですね。鍵は、
ないですね。ドアロックもないですね。外にいたりします？しないですね。さあ、ピザ、ピザ。ピザも私あんまり枚数食べれないんですよね。うわお。どっちどっちどっちこっち？こっち？ちょっと逃げます。今日はおばあちゃんとよくお会いしますね。開かない、開かない。あー、捕まっちゃった。さあ、後ろから行きましょう。ちょっと消火栓も見つかってないんですけど、おばあちゃんやっぱ素早いですね。ちょっと2階を先に探しますか。2階を探してなければ1階ってことですよね。こっちなかったですよね。前回鍵かかってたこの部屋とか怪しいですけど。こちら、お邪魔します。あ、金庫残ってる。消火栓が見当たらないんですけど、レンチを探すんですよね。あ、おばあちゃんいる。はい、おばあちゃん。はい、と。来てる、来てる。あ、鍵ここにかかってる。え、鍵、下の階ってことですか？これ上がってきますよね、おばあちゃん。ん、あ、上がってきてる。これ窓越しとかだとおばあちゃん見つけきれないんですよね、なぜか。おお、なんですか？見つけた時の予行練習ですかね。ダッシュ、ダッシュしますよ、みたいな。ってことは、ドアはこちらでいいでしょう。ドアこちらでいいから、あれなんですね、おばあちゃん、進んでる方向も青矢印で書いてあったんですね。向こう行きましたね。じゃ今の間に、鍵を探さないと。さっきどこ行ったか全然覚えてないですね。ピザ取って、セキュリ、お、セキュリティー、ここにあったんですか。あ、おばあちゃんまた上行ってる。うーん、ちょっと上に行かれちゃったら困りますね。上でしたよね、確か。あれ、上じゃなかったでしたっけ、鍵。あれ、思い出せない ちょっと、もう全然思い出せないですね、最近。物忘れが。いや、やっぱ上ですか。行きますか。見つかっちゃった。こっちから逃げますかね。さあ、おばあちゃんとこ。よーし。確か上ですよね。矢印が、赤い矢印、なんか向こうの方にいましたか？あれ、ドア閉まってますね。なんで？ちょっとドア閉まっちゃうと、逃げ切れないので。あ、こっちになりましたね。おー、ようやく。さあ、ロック解除。ドアオープン。あ、これレンチですか。でっかいですね。消火栓？消火栓？消火栓どれ？これ？これちゃいますね。なんか来てる、なんか来てる。おばあちゃん来てる。どこ？え、どこ？あ、向こうの下の方、下の階ですか。これ金庫でしょ？あれ？消火栓ありましたか？ん？おばあちゃんどの辺？ああ、上がってくるおばあちゃん。ちょっと、こっちから様子見ないと。あの部屋入ったから2階ではないですね。あ、来ましたね、おばあちゃん。さあ、壁とかでシャットダウンしておけば大丈夫と。うーん、
あちゃん向こう側行かないですね。もうレンチ取ったから2階じゃなくて1階探したいんですけど、なんか飛び降りられないんですかね。こっちも見ましたよね。おばあちゃん出てこない。あれ、ここで待ってたら出てくる気がしたんですけど。あ、出てきた。ん？あ、いたいた。超能力、おばあちゃんの超能力も1階と2階では効かないみたいですね。おばあちゃん、ドア閉めてる、ちゃんと。そう、開けたドア閉めないと。お、これですか、消火栓。違いますね。ガスボンベみたいですね、これ。この位置は危険ですか。おばあちゃんといつ出会うか分かんない。ここはセキュリティだから違うでしょ。消火栓が見当たらないですね。あ、これドア閉めてたらおばあちゃんに見つかりにくい。ちょっとちょっと、そんな、ここまで来たのに。さあ、またレンチを取ってきました。場所が分かると簡単なんですけどね、どこ行けばいいか。ただ消火栓がやっぱり見当たらないので、また入り口の方ですかね。あっちもおばあちゃんいるから行けないですよね。あ、さっきここで捕まったんでしたね。こっちから入ってきたから、今日は逆におばあちゃんこっちにおびき寄せるっていうのは手。さあ、おばあちゃんこっち、あ、来た来た。回復してスタミナ。待って、ちょっと待って待って待って。よし、スタミナ回復。あれ、スタミナ回復ボタンが押せない。なんでなんで、追いつかれる。ちょっとスタミナ回復して、スタミナ回復ボタンが反応しない。さあ、おばあちゃんにいきなり追われてますけど、ここのいいですね、くるって回れば逃げられますね。さあ、ではこっち探しましょう。どこですか、消火栓。ちょっと消火栓って家の中にありますかね。どっかあるんですかね。まあ、今ホームセンターとかでも消火栓売ってますよね。結構お求めやすい値段。あ、これじゃない。なんでこんなボンベっぽいのがたくさん。わあ、もうダメ、ボンベボンベ。ああ、間に合わない。さあ、おばあちゃんを巻きましたよ、2階で。消火栓あれですね、通りにあるみたいですね。そう、レンチを見つけて通りで導火線回しますってありますからね。通りで消火栓がないんですよね。通りだから通りでないわけですね。ちょっとダジャレですけど。さあ、では探しましょう。消火、あ、これですか、消火栓。いきなり見つかりましたね。これで水浸しにするんですかね。水攻めですか、もしかして。水出てないですけど、音だけしてますけど。さあ、クリアですかね。終わらない。おお、完全勝利ですね。ありがとうございます。いやー、今回は厄介でしたね。難しかったですね。前回簡単だった時に。さあ、それではですね、今回の動画は以上とさせていただきます。他にもゲーム実況たくさんお出ししてますので、よかったらご覧くださいませ。では、ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。